さん、こんにちは。こんにちは。いやー、福岡、やってまいりました。あれ？なんで回してるんでしたっけ？今日は、ちょっとこれだけちょっと邪魔だからさ。あー、オッケー。これだけ。どうぞ。今日は、少しだけね、僕らメイクのね、ちょっと空きがあるということで。そうです。ラーメンを食べに行きます。よっしゃ！やった！何福岡といえば、豚骨ラーメンなんですけど、確かに、ゴミついてる。なんかちょっとね、まあ、時間帯も時間帯だということで、ちょっとね、クリアな豚骨ラーメンをちょっと探してる。どういうことよ、クリアな豚骨ラーメンって。透明な豚骨ラーメンがあるんですよ。ないでしょ。あるんですよ、実は。銀座にもあるんですけど、一応。そこの、ちょっとね、ビジュアルにちょっと、インパクトがあって。今から食べに行くのに銀座にもありますね、どうなのそれ。いやでも博多ラーメンです。ああ一応ね。そう、なるほどね。一応本場ということで。じゃあ工作プレゼンツの選んだラーメンを食べれると。はい。やった。はい。でもあのさっきまでずっと寝てて僕結構寝癖が大丈夫。あ大丈夫です大丈夫です。じゃしっかり見てこれ。これ結構晴れてる。やめて。大丈夫です。そういうなこうやれば治る。治んないから。じゃあ痛い、ね、それじゃあ、はい、それじゃあラーメン食べに行きましょう。行きましょう。おい髪持ってない。髪持ったままあるから。まあいいや。まあ寝癖もご愛嬌でしょう。ああ今日は着いた。到着しました。到着しました。ここへ来たかったら好きやと思って。はい、ね、初めて食べるんですけど、うん、食べていきたいと思います。食べよう食べよう。行きますか。透明な豚骨ラーメン。これ豚骨ラーメンなんですよ。すごいわ。よし、これを食べていきたいと思います。いただきます。わあ、豚骨、豚骨や。ね、うまっ。あっさりしてるけど、すごいよね。ちゃんと豚骨できる。なんかさ、飲みたくなる味だよね。うん、大谷さんはちなみに福岡は見て思い出とかあるんですか？思い出、あでも研究生の頃、この博多ラーメンの動画回してこっちからサインくださいってなって、で今も渡ってるっていうのは。おなるほどね。ロットリョータとジュン君いたっけな。であのサインが飾られてるんだ。うん、そうそう。あら、ちょっと絞ってみよう。むがむが。かぼすの皮を下に向けてたって。あ、こっちか。うん。こうすごい。あ、うまっ。あ、うまっ。また違う。うん。うわ、俺入れた味めっちゃ好き。うん。どっちも食べ終わりました。いやもう本当うまかったよ、うん、どうする？入ってます？お腹は入る？入るけどでも、ライブあるんで、僕はちょっとねいい具合にね、そのぐらいにしてということで、ちょっとね、僕らお土産を。あ、そうそうそう、ね、今ね、もう先にね、入ってるメンバーがいるので、はい、そのメンバーたちに、すき家さんのラーメンをちょっとお土産で持っていきたいと思います。はい。はい、ということで、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。なんか、福岡の観光地、あんま行ってないよね、源氏部。ね、あんま行ってないかも。福岡の観光地って俺は、まあ、行ったなん昔太宰府とか角煮まんとか食べたりとか、おみくじもしました。おやろ誰で、あ、高戸と行ったんだ。うん、高戸と行って一応ファンクラブにね上がってるんだ。上がってるんですけど、だから今度そのツアーとかで福岡行った時に、うん、一日こう巡りたいよね。ね、巡ってからライブっていう。なんか遠征する方もね、確かに
観光しやすいんじゃないかなって、うん、なんか難易度的に観光の難易度的に高くない気がするからツアーしてめっちゃ福岡とか僕たちと一緒に福岡を満喫したよねええ僕たちも満喫するしあそういうことだねファンの方も満喫するそんなバスツアーやるって言ってないですからね僕たちとまあねもしかしたらするかもしれないんで、ねまあ、するかもしれないけどね、うん、福岡の漁港とか行きたいな福岡の漁港漁港明太子は有名だからってことえ漁港あるよねだって海に面してるよね多分福岡の漁港とか漁港好きなんだよな漁港めっちゃ好きなんだよなあるんじゃない？あるでしょそれ。つきそうつきそうつきそうです。さあはい着きました。楽屋に着きました。今日リリーベのね、はい、楽屋会場楽屋会場っていう楽屋会場楽屋会場じゃないよ。お土産を渡していきたいと思います。はい。みんな何これ？メイクじゃない？よし。お土産買ってきました。お土産。全然嬉しい。ありがとうございます。僕たち何を食べたんですか。クリア豚骨ラーメン。クリア豚骨ラーメン。豚骨ラーメンが結構なんて言うんだろうね。なんか透き通ってる。透き通って豚骨ラーメンの、うん、うまさありつつすっきりしてるみたいな。そうそうそう。クリア。クリアな。はい。それをですね、うん、ちょっと家でも楽しんでもらいたいということで、はい、ありがとうございます。ぜひぜひ。え、家で作れるの？家で作れるんだよ。いいや、好きや。キュン君もあるから。うわ、やった、うん、え、この後普通にラーメン食べに行こうとしてたんだけど。あ、じゃあそれはまたね、あの、それはそれはそれで、うん、それはそれでね、それはそれだから、それはそれで俺と一緒に行くか。何杯食えばいい？何枚食うの？でも今日作るわけじゃないでしょ。家帰ってから作る。家帰ってから楽しんでっていう。ああ、そういうことね。そうそう、そんな感じで。しっかりしろ。だ最初はスープからいただいて、普通にノーマルからいただいて、その後ネギ入れて、その後コースを、あの皮を下にして、絞ってください。はい、そんなのあるんですね。お願いします。ありがとうございます。そんな感じです。じゃ今日はリリーで頑張りましょう。よいしょ。そういえばそうじゃん。うん、そういえばそうじゃん。頑張ろう。頑張りましょう。さあ、ということで福岡ありがとうございました。ありがとうございました。春ツアーですね、福岡お待ちしております。ぜひとも遊びに来てください。待ってるよ。待ってるね。バイバーイ。やべえな。あ、回しよう。回しよう。すげえ。いったんね。やった。麺の硬さ何にしました？僕は肩にしました。あ、バリ肩じゃないんだ。いや、バリ肩もいいですけど、でもなんか、うん、結局落ち着いて肩だなっていうのか。バリ肩の次は針金。針金はもう、針金はもう食べちゃダメだ。餃子には何につけます？僕はもう、僕はもう醤油に。醤油？ラー油いらない？あ、いや、いるいるいる。あ、いるんだ。いいね、やっぱいるよね。え、そんな？もちろん。いや、こんぐらい。あ、マジで？うわ、最高ですよ。いただきます。やっぱ博多寺食うラーメンは違うんだよな、マジで。うん、やばい、幸せや。